お願いします。お願いします。お願いします。キムチはどれ？トラジキムチって何ですか？トラジキムチは桔梗のキムチですね。桔梗、はい、分かる。でも桔梗って何？食べてみよう。はい、次出ました。一昨日ぐらい見とったとこ。見てたの？録画したやつを見直してる。リサコと焼肉行くのめっちゃ久しぶり。めっちゃ久しぶり。うん、前愛知おった時はね、よく行ってたよね。うん、2人きりじゃん。結構めっちゃ、どんだけぶりやろ。いつもおったもんね。絶対子供がいたし、そうやね。全然ない。2人はないね、全然。オリンピック終わってからはちょこちょこ行ってたよね。終わってから何回かは。引っ越してからはないか。ないね。うん、東京全然なんか寒くないからいいね。雪もないし、歩きやすい。積もってますね。今日は晴れてちょっと溶けてきてるんですけど、一昨日から一日中降ってて、もう車多分桐生がさ、あの車の雪どかすやつあんじゃん。リサ子の分の車の分をやってくれてる途中に折れたっつって、で結局リサ子の予備があったからそれ使ったんやけど、うんうん、なんか折れたって言ってたから、リサ子がその昼間に買いに行ったん、新しいの。でこれ持ってってって言って、次の日またそれ折ってさ。使い方の問題じゃない？絶対そうなんやと。絶対雪のせいじゃない。初江もさ、その折れたこと、なんか今までずっと何十年も使ってるけど折れたこと一回もないみたいな。どんな力。写真撮って。キャビアの方はタンを焼いた後にお好みでのサタメ仕上げてください。お肉焼く前に一回牛脂に入れて。はい。なんかもうこれそのものがインテリアじゃないもん。あ、ね、玄関に置きたい。これ後で送って、うん、この花って使い回しかな。さすがに増加だよね、うん、うわ、あ、ごめん、うん、やば、うん、血強いね。やると思ってた。やると思ってた。いつぐらいかな。最初はもう梨紗子が東京終わったらもう辞めるってずっと言ってたんで、まあ、2人でできるのはそこまでだなって私は思ってたんですけど、あの会社の金浜コーチが、いや梨紗子は絶対辞めれないよっていうのはずっと言って、辞めれないよ。なんか今はこうやって言ってるけど絶対この人は戻ってくるみたいなことはずっと私は言われてたんで、私はそんなこと想像してなかったんで、なんかちょっと嬉しい気持ちはありましたね。びっくりした、あ、やるんだって思ったんですけど、どの辺でやるって言ったけど、ずっと出たくないの、妊娠中から。妊娠でも試合に出るとは思わなかったですね。なんか趣味程度で続け、あ、練習、うん、練習しするけど試合出るとは思わなかったです。絶対やんないです。結婚して妊娠出産して復活までの梨紗子を見てて余計そう思いました。あ、大変そうやからっていうのが、うん、絶対自分にはできないと思って言ってたね。やらん、絶対梨紗子はやらんでね、絶対無理と思って。 100% ですね、もうって言ってるか分かんないですよ。いやこれ取っといて、いや絶対梨紗子が将来妊娠出産して続けますってなった時に今回の映像を使って 100% ないですよ。嘘つき。そうです。今までなんか本当に近くで妊娠して出産してっていう、なんか友達とかはいたけど家族でっていうのがなかったんで、なんかそんな近くで見るってことがなかったんで、まあ今回梨紗子のその流れなんか見てたら、なんかこんな大変だったんだと思って、自分には絶対無理だなと思って。いや絶対できるよ。いやだって性格全然違うじゃないですか、もう。うん、できると思う。いや無理だって。
そんなこと言わんでや。産後3ヶ月の時に由香子のとこに練習行ってそういう時が初めてじゃない、ボコボコにやられた時に梨紗子の レスリングしてる姿をその前一番最後に見たのがオリンピックだったじゃん、うんうんうん、まあ、そこから見たら、うん、まあまあそうだよ、まあ、そ落ちたよなってなるよねってなるけど、でも本当にそのぐらい、うん、そのぐらい出産って大変なんだっていうふうに思いましたね、うん、あ、もうボコボコに私はなんか全然負ける程度、まあ、当たり前に負けるじゃないですか、まあ、10ヶ月以上やってなかった産後、まあ、10ヶ月以上やってなかったから、まあ、負けて当たり前っていう感じでやってもらうぐらいのつもりでやったら思いのほかボコボコに帰り討ち帰り討ちみたいな。どのぐらいって言われても難しいけど、そもそもその試合時間6分間持たない、もう体力が持たないし、うん、その相手がタックル入ってくるのを今まではその入ってきたと思ったら無意識にその反応して足を切れてたのが、目は追いつくのに足が動かないみたいな、もう相手のタックルをこう見てるみたいな感じで、その体がついてこない、目は動くのにっていう感じの期間がすごい長かったですね。半分以下の、半分以下、金浜コーチは半分以下って言ってたよね。だいぶ厳しめに言われてる。だいぶ厳しめに、半分以下じゃないんですかね。東京五輪初めて、はい、好転できない。なんか好転するときってさ、当たりお腹に力って勝手に入る、うん、入ってるのね、ゆか子は、うん、無意識でやってると思うけど、マット運動もなんかうってなったもんわかる、こう体がこうなるじゃん、好転のときって、うん、なんかあなんかあとね、ブリッジもできなかった。あー確かに、あれは腹筋伸ばすことが久しぶりだった、こう、うん、でずっとこうしっぱなしやったからこっちの力も入らん、入れてなかったじゃん、ずっと。だから進出前転とかも絶対無理、絶対できなかった。うん、これできるようになるんかなってぐらいできんくて、倒立とかもするわけないじゃん、重力に逆らうことなかったじゃん、うん、確かに。そう、ショックっすよ。なんかそう、その最初そのレスリングできるかなっていう心配してたけど、あ、準備段階からだと思って確かに、そうだよね、ショックっていうよりもその変わりように驚いて、あ、こんな変わるんだって、なんか逆に面白くなっちゃいましたね、うん、結構いろんな人に産後復帰するまでの苦しかったこととか大変なこととか何ですかって聞かれるんですけど、やっぱ大変だとは思うんですよ、もちろんその産後の、まあ、レスリングだけじゃなくて、まあ、スポーツに限らずその職場に戻ることとか絶対大変なんですけど、その私的にはネガティブなことばっかじゃなくて、それすら楽しくなってるから、なんか苦しかったですよねとか、大変だったと思いますけど何が大変でしたかって言われると、うーんみたいな、なんか経験すること全てが初めてだから、うわ苦しいじゃなくて楽しい、面白いな、こんなこともあるんだなぐらいで、そう考え方の問題だと、なんかポジティブになった気はする、自分で。やっぱ自分中心の生活じゃないから、まあ、大変、うん、けどなんか別に親だから、その子の、まあ、その子のことやるのは当たり前のことだし、まあ、それをなんか苦しいって思いながら、大変だなって思いながらやってると、そういうのはなんか子供に伝わっちゃいそうで、そういうのが、まあ、それならなんか楽しく、まあ、どんだけ忙しくてもポジティブにやってる方が子供的にもその、まあ、いい影響があるんかなっていうふうに思ってるんで、なんかいつか講演会開いてそうですね、なんか子育てのなんか子育てセミナーね、なんかやってそう。復帰するまでにそのメンタルの人とかとさ、うん、話してて、そのまあ、最初預けることにももちろんちょっと抵抗はあったわけやん、よその人に自分の子を預けて見てないとこでどうなってるかとか分かんないから不安もあるって話をしてたんやけど、なんかそのお母さんがそのやりたいことをやれずになんかモヤモヤして子供に接してるよりも、一旦離れてやりたいことやって一緒にいる時に目いっぱい可愛がった方が子供には愛情伝わるみたいな、うん、確かに、そ
そのちょっと考え方が変わるよね、こういうので、うん、家族にだけにこうギュッて子供を収めとくんじゃなくてさ、まあ、おばあちゃんやったりとかさ、うん、あの鶴ヶのちびっ子の保護者とかさ、いろんな人に見てもらってんじゃん、うん、いろんな人に可愛がられてるとやっぱなんか子供本人もなんか見ててなんか楽しそうに見える、すごい、うんうん、やらざるを得ないかな、やらざるを得ないではなかった、うん、親もなんか別に絶対やれって感じでもなかったし、なんか自然とだよね、まあ、そういう環境があった、まあ、そうですね、環境があったから自然とっていう感じで、だからうちの子もそうなるんやろうね、自然とその旦那が部活見てて、私がそこのチームの外部顧問みたいな感じになって、特別顧問になったんですけど、で、まあ、ちびっ子の練習も見たりしてるから、多分なんかマットに行くのがもう当たり前、日常の中に入ってるから、多分自然となんかやる流れになるのかなって。強そう強そうじゃない、なんか強いかな、が強いじゃん、がが強い、確かに、うん、確かに、ね、はい、まあ、別にずっと続けてもらうんでも、小学生ぐらいでなんか運動でやっとけばいいかなと思う、うん、なんかあんまでもなんかレスリングずっとやられてるとこっちが口出ししたくなっちゃいそうで嫌なんだよね。リサコ絶対そうだね。だから何にもリサコが知らない競技にしたらさ、いいの、頑張ってるねだけで済むじゃん。なんだろう、頑張れだけで済むやん。何系、綺麗系、いやでも絶対できんよね、あの子に、あの子にできんくない、絶対綺麗系の競技、うん、違うと思う。ラグビーとかしたら やってそう、かき分けてそうドキ戦う系強そう、やっぱちびっこ相撲とかやらそうって強そう何か言い方悪いんですけど、期待だけは好きにしてください誰でもあのあることじゃないし、ママでも金っていうのは私しか今できないことなので、本当ありがたいなとは思うんですけど、期待はいくらでもしてください、ありがとうございますっていう感じもう大抵そこは言葉にしない、うん、言葉にしないですね、なんかゴールを作りたくない、だからもしかしたらその後もやってるかもしれないし、好きだから、好きでやってるから、私、まあ、どこまで続けるか自分でもまだ分かってないから、うん、まあ、ママも言うことポンポン変わるもん。そうなんですよ、言うことがポンポン変わるってなんかリサ子のこととかで周りに何か聞かれても、うん、マジで分かんないもん分かる、なんか妹やから知ってる、なんかどうせ知っとると思って何でも聞いてくる人おりやん、うん、マジで分からん、リサ子は、リサ子やるのみたいな、そっか、なんか聞かれても本当になんか言うことポンポン変わるじゃん割とその時にその時にいろいろ思うから、え、そうそう、だから、うん、ゆか子でも想像つかん、うん、ママでも金目指しますじゃなくて、ママでも続けれてる自分が嬉しくて楽しくて、だから終わりを明確にしたくないんですよね、うん、人によってもそこを決めてあえて言葉にして、そう、今まではそうだったんですけど、うん、これ以上私にプレッシャーいりますかもう東京オリンピックまでで十分もうプレッシャーは背負ってきたし、もうあとはもう楽しくできるとこまでやりたいなっていう気持ちの方が正直強くて、ただやっぱ期待されることはありがたいし、自分にしかできないことをできてるのはすごく嬉しい。でもなんか東京まではやっぱその思いが本当一番強かったんですけど、うん、でも東京終わって、まあ、リサ子は結婚して出産して、なんかそれなんて言うんですかね、今まではなんか同じ道を二人でずっと行っとったのが、うん、今は違うもんね、そうそう、なんかもうそれぞれの、まあ、結果として二人でだったらそうそう、まあいいけど、うん、今までみたいに二人で一緒に頑張ろうっていうよりも、まあ、それぞれの生活もやっぱ違うけど、道のりも絶対違うけど、結果としてそうなればいいねっていう感じだよね、うん、なんかもう絶対、うん、東京オリンピックまではもう絶対だったもんね、そう絶対、もう2人で一緒に生活、うん、毎日同じことして、うん、もう何が何でも2人でじゃでっていう、もうどっちかが欠けてもダメですっていう感じだったね。前例がないからこそ楽しいなって感じです。どうなるんだろうっていう、
よくその今までは毎回オリンピックで初めて優勝した時、初優勝は私と登坂絵里さんと土島さんがいて、沙織さんが今まで3連覇をしてきて、香織さんが4連覇して、で今回私が2連覇して、2連覇したけどさらに上がもう沙織さん香織さんといて、さらにその先の前例がいたじゃないですか。3連覇した人がいる、4連覇した人がいるって前例があった中で、2連覇で妊娠挟んでて、まあ、妊娠出産を経て連覇を目指すってなると、またその今までの先輩方とは違った道になってくるので、そうなると、なんか前にはこんな人がいたっていうお手本がいない中でやるのが初めて、今まではその沙織さんや香織さんみたいにっていう前を走ってる人がいたからこそ追いかけられた部分が、今はその前を走る人がいないから、自分がどこまで行けるのかなっていう楽しさはもちろんありますね。まあ、これからそれでその私の姿とか記録を見て、これからの若い選手たちがママになっても続ける選択肢があるんだなとか、ママになっても続けてこの私の記録を超えたいなとかって思う人がいたら、まあ、それは日本のレスリング界にとってすごい、なんていうか、発達のためにすごいいいことだと思いますし、うん、先駆けじゃないですけど、そうなれることはすごい嬉しいです、うん、みたいな。一回戦の前でしょ。そうあれめっちゃ覚えてる、うん、女子オープンの本当1回戦の前、1回戦の前、その試合入る裏の方で選手待ってるんですけど、本当にもう今までの緊張とわけが違う、うん、なんか吐き気まではいかんかったけど、なんで戻りたいって言ったの、めっちゃ緊張しとったな、あの時は、うん、オリンピックとはまた違うっていう、オリンピックは多分、まあ、プレッシャーとか、東京オリンピックの時はやっぱ2人で勝たないとっていう状況で、まあ、負けられないっていう、なんかそうプレッシャーがありすぎてもう通り越してたんですよね、私。なんか無だったよね、そこ。分かる。なんか、まあ、ゆか子はオリンピックの時にもうハイテンションだったじゃん、もうノリノリで、もうオリンピック楽しい楽しいって言ってたけど、森さんもうなんとも思わん、もう無、うん、緊張通り越し、緊張プレッシャー通り越して、なんか魂抜けてたみたいな、うんうん、めっちゃ緊張したな、女子オープンは。で、釣りパン着るのも久しぶり、オリンピック以来初で、うん、ね、緊張したな、めっちゃ緊張、あ、でも震えました。別に寒くないのに歯ガタガタ言ってた、あ緊張して。まあ、勝てる勝てないかじゃなくて、そのマットに上がることがドキドキした。なんか勝てる勝てないじゃなかったな、あの時は。なんか、うん、出産を経て 5ヶ月で試合に復帰して7ヶ月で日本でもう早い方だと思うんですけど、その世の中でそれを見た例えば男性の方が、いや、あの人7ヶ月で全日本優勝してるんだから、お前もなんかもっと仕事できるでしょとかっていうのは絶対やめてほしいんですよね。人それぞれだし、私がたまたまうまくいってるのが世に大々的に出てるだけで、もっと大変な人はたくさんいるから、なんかそこは男使ってくださいそう、本当、うん、使ってほしい。応援してるわ。絶対セミナー開いてる絶対開いてる。開いて行きます。本出したもんじゃないですか。私、帝王切開なんですよ。それもなんかやっぱ普通の、出産方法と違うから、またそれもね、なんかその帝王切開に対する偏見とかやっぱ今でもある人はいるじゃないですか。けどそういうのもなんか別に私はその出産は出産だし、お腹で10ヶ月間、ね、育ててきたことに変わりないし、その帝王切開に対して引け目持つ人が多分いると思うんですけど、今は今もそういうのも私はその何て言うんだろう、隠したくない。私がたまたまうまくいってるパターンでそれを取り上げてもらってるだけなので、世の中の妊娠出産が全部がこうじゃない、もっと大変な人の方が圧倒的に多いと思います。これは絶対です。絶対使わない。